いやこれ家臣が操ってるんじゃなくて直樹が自発的に言うてるかもしれんな。うん、まあ、こうなったらな、奈々ちゃんかわいそうになるわな。うん、こうなったら、湧いてくる湧いてくる。逆に直樹にアンチが作れない。まあ、これがな、今はちょ様子見たいやん、様子。うん、今様子見て、これが続くかどうかね、問題は。多分続かんと思うわ、心配せんでも。これ利用された。一瞬だけ閲覧行く。まあ、4、5000人行くんちゃう。4、5000人は。5000人は多分行くと思う。で、最初は、多分これ、アンチまみれさんの気がするんだけどな。コメント欄。何ていう名前か知らん俺。無血おじさんかな、無血おじさんでアカウント。どうも リスナー予想ね。配信つけました、アンチまみれになるか、用語コメント生まれるか、どっちだと思う。アンチまみれ、アンチ、半々ぐらい。喋れるのって喋られへんの、多分そこまで喋らんじゃうか。多分どういう風な配信内容かって言ったら、今回ねマネージャーを辞めましたみたいな配信は、きっと辞めてすいませんでしたみたいな。今後はねふわっち頑張っていきたいと思いますって、多分そういう配信だと思う。内容的にマネージャーを辞めて今日からね一配信者としてね、頑張っていきたいと思いますって、よろしくお願いしますって。でもモンジョリリスナーが直樹くん頑張ってね、応援してるよってこの流れちゃうか。展開的に向こう流れ、アンチもちょ湧きつつ、閲覧が多分、今俺がこれ配信まで2400人おるやんか。閲覧が今小前配信回しな、小前1400人、閲覧が1500人ぐらいと思う。1500。俺の予想閲覧だ、直樹の。これがラジオによるか動画によるでまだ変わるからな。ラジオやったらもう1000人切るんちゃうか、1000人前後ぐらいちゃう。アイテムは、まあ、1万円か2万円ぐらいちゃうか、上がって。
1万2万ぐらい、俺今3294ポイントな、うん、どうするかベラベラ喋ったら、いやーすいませんね本当はで、無血おじさん帰ってきましたで、この度ですいませんご迷惑おかけしましたとかでお前ほんまに打つからってなるわな、うん、ビジネス打つビジネス打つ、うん、おいさっきまで俺のこと叩いてた、出てこいよお前、僕をスカート叩いたボンクラお前、言ってみこれお前なあ、吉本やんで、吉本でだから、うん、はいお待たせしました、無血おじさんです。始まるやろ、うん、今日からねデビューいたしましたて、あの TikTok の方でもね動画を見ていただいた方たくさんいてると思います、今日からねあの僕も配信者として頑張っていくんでよろしくお願いしますね、はいどうもー無血おじさんですとかね、やばいな、うん、いや可能性はちょっと 今のところ分からんで、うん、いやあのそれやってほしいけどさ、ガチ勢おるからさ、ガチ勢が、うん、本気勢が、わかる、うん、まあ一応俺もねこれ直樹マネージャー物語ね、まあ、第5章で終了したけどもね、一応セカンドシーズン考えてる、もちろん、うん、もちろんセカンドシーズン考えてる終わらんよこのままじゃ俺は、うん、このままじゃ終われん、さすがに、うん、こうやって直樹が配信した以上ね、俺もねそういう目線でやっぱ直樹見ちゃう、うん、タツイコだ、タツイコ、うん、さあどのタイミングで配信つけるやな、あーキャリー終わったら、うん、ナオキは配信者じゃないから配信する必要ない、ナナちゃんが言ってましたで、ね、うん、だから配信それはマネージャーとしてね、おる頃は配信はダメやったけど、今もマネージャーという立場はね、もうマネージャーという立場が離れたからさ、もう配信しは自由なわけよ、うん、わかる、そう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 、ただここでその配信 していいとかあかんっていうのは、まあ、ここはねたくとこちゃうねんけど、要は今回のこの行動がね、お前最初からそれ売名目的に来たんかって、うん、なのはな、リスナーからしたら、うん、最初からそれかと、うん、今のタイミングでつけるんではあればね、うん、これがねちょっと数日置いてから配信つけるんやったら、まあそうはならんねんけどさ、うん、まあ、別に売名かめへんねん全然俺は、うん、お前舐めすぎやな、無血おじさんを、うん、舐めんなニットファミリーお前、ニッタ一族を、
まあ多分な、直樹の推しもおるはずで、今回のこの放送見て直樹くんかわいそうぜが湧いてくると思う。絶対湧く。直樹くん大丈夫で家あるので、うん、うち隣においでっていうね、ババアが言ってる、ババアが、うん、独身のおばちゃんが、50代のおばちゃんかな、直樹くんかわいそうで、泊まりにうち泊まりにおいでて、もうそのパターン、うん、いいんですかって、今から行ってもて、うん、大丈夫で、直樹くん、今すぐおいでて、で行った瞬間におばちゃん出てきて、直樹がね、しらけるという、うん、ミニオンどうすんだろうな、いや爆投げしちゃったの掴んだもん、そんな、太い爆投げしちゃ掴んだ思うねんけどな、うん、あーミニオンと配信、まあその可能性もあるわな、ミニオンと配信も、その可能性もミニオン君と配信の可能性も時間的にもせやもんな、うん、いや多分 俺の予想では車の中から配信する、うん、車の中からキャリー終わった、構えといてよ、構えといてよ、うん、キャリー終わったらしいよ、構えといて、あの一応俺通知とか通知来るぞ来るぞ、うん、一番最初これ、一番最初これで、あいつ一番最初直樹、今では見違えたのにな、うん、あ、これミニオン、ミニオンこれがミニオンね、うん、これ昔俺が一番最初直樹と会った時の写真、ミニオンいよいよ向いたばかし、うん、いやミニオンは多分配信せえへん、うん、ミニオンも配信デビューさせる、うん、ミニオンも、え、配信、え、予告出してる？何時？配信予告。え、出しなくね？配信予告、うん、何時から配信しますって。あ、もしかしてさ、俺が配信終わる狙ってるんかな、天然さんが終わる10分前、2、30分前ぐらいに配信つけようかなって。いや、でもそこまで、うん。ほんなら、このね、今2500人がおるやんか、散るやんか、ポンって。うん。それか。いや、今も配信つけていいよ、全然。うん。いや、わからん。
いやもうはあのつけるまで今つけてもいいよ。うん。全然。どっちにしたかってなの、配信ついた瞬間にさ、見に行く人は見に行くかなって言って。ここは直樹マニア、直樹マニア、うん、直樹 俺の配信見てみる、うん、直樹つけるね、今やで、今つけや、うん、直樹つけたら 俺切ってあげるから、待ってんねん、 俺もな、配信終わりたい、直樹待ち、首痛いわ、うん、バトン回すから直樹マンチ今、うん、新田ファミリー沸かすな、家臣にしろ直樹にしろ、うん、大気枠、狛江も、うん、家臣の横槍は入ってないと思うねんけどな、どうなんやろ、うん、いやつけるの今やで、つけるんやったら、あ、今あれや、タイトルどうしようとかで考えてんかな、うん、タイトルのテロップ、うん、タイトル難しいよね。あ、ありがとう、イルミネーションバーガー。うん、M ちゃんね、M ちゃん。藤沢使う。藤沢奈良の元マネージャーですかって。一週間こっきりで。可能性あるよね、タイトル次第変わるもんな、うん、いや彼氏になってへんよ、彼氏になるかっていう流れやってんけど、うん、もうそれすらもあかんかったらしい、うん、っていうことやな、もうね、何でもいけるっていうのが、まあ、まあ最初からのね、ほらってことよ、狙ってたかな、これ確信犯だから、うん、もうつけるの今よね、もう今、もうだって今つけなさ、もうみんなリスナーさんが寝ちゃうからな、うん、リスナーが寝ちゃうからな、やっぱり、もう時間的にもう今つけな、もういっぱいいっぱいよね、うん、やるんやったらやるべきやね、今やな、うん、今頃探しんかな、パーキングかなんかコンビニの、うん、これネタ仕込んでた一人前やわ俺、うん、直樹がね、これでネタ仕込んでてね、うん、あの人一人前は、おばあちゃんの家入れませんでしたって。実は、おばあちゃんの家に入ることができませんでしたって、本当のホームレスになっちゃいましたからね。うん、あ、直樹、あ、家臣配信つけた。うん、1200、300人かな。
て、1000人もう多分今のうちでも寝落ちしろりさん結構おると思うね俺。無血おじさん、いや未来社がかわいそうだな、ちょっとしかもキツネ根性入ってんな。直樹ですが報告いたしますやから、いやバレたよ、違います、電波ゴミね、今1000人なんか切れちゃうと思いますけど、すぐ切れんのこれ、だから電波どうです皆さん、やっぱブツブツしてます、これ携帯でね、ここがまた問題ですよね、これおかしい、もう固まってません、なんかもう固まってるんですよね、はい、めちゃくちゃ喋る、喋れんかお前、ここはもう広すぎます、ですかこれ、電波ダメですか、もう落としますもう、しましたらちょっとここからベラベラ喋りたかったんですけど落とします、もう終わりにします、なんでおい、失敗でも行かないんですけどね、だから今回のこの件に関しまして、なんかもう申し訳ないなと思ってますけど、クズがあかんめっちゃ喋る、壊れたの、あのそっか、アーチコメントがちょっと見にくいで、この携帯なんで暖房切って、はい、切ります、つまんねえ、じゃあもうやめますか、もう、もうじゃあなんかもう面白くないという方もあの言ってるんでね、じゃあやめます、あーやっぱアンチ、アンチ多いな、やっぱ、あ、やめんな、やめろ、バイバイ、なんで、で、あ、やろう、もう読めないです、これもうコメント読めないです、早すぎて読めないですきついするからやん、報告ですよね、あ、そうです、だからその今報告したくてちょっと配信つけてるけど、だから携帯やめないとかそういうのじゃなくて、っていう感じですけど、いやもうなんか結構あれでしたね、あれあります、あ、もう悪いですよ、じゃあもう帰りますね僕、じゃあもうその前にこれ電波が悪いってことで、もうこんなもんでもう終わりにしますか、これなんで電波悪いんこれ、いや帰る場所もう ないですよ、もうこう寝ます、今日とりあえず、はい、寝ますよ、もうこれあんなの多分でも実家の方帰ったんですけど、どうなんですかね、ちょっと実家行っていいんで、行けよ実家、もう公園寝ようかなと思ってますもん、あー通信すごい制限入ってんかな、車でですね、はい、車でまあ寝れますけど、あ、たくまですか、たくまさん、はい、
なんでごつ盛りからの、何でしたっけ、ごつ盛りからの、ごつ盛りからのですね、はい。黙れよってもう怖いじゃないですか、ここにいる人たちも。まあ確かに奈々さんかわいそうっていうコメントはまあ流れますよね。それは僕が、あんな感じにはなりましたからね、はい、ゴリゴリな。これ何ですか、これもう、いや演技とかじゃないですけど、だからこの今回のこのことなんですけど、本当に申し訳ありませんですけど、その電話もあるんでなかなか言えると思うんですけど、これも全部演技じゃないですよ。いや演技じゃないです、演技じゃないです。だって見てた方いると思いますけど、あれが本当の感じのです。はい、ちょっとですね、嘘つけ、あれだから関しては僕ももう分からないです、もうどうなってるか。いや売名とかではないですけどね、売名とかではないですけど、毒図、これその謝罪を、言いたいんですけど、謝罪したところでもこれもう無理じゃないですか、ここまでなってれば。何が言ったかっていうのはご想像の中でしょ。いやだから結構あるじゃないですか、やっぱりその、皆さんも多分だと思いますけど、はい、もうだけどこれからですよね、これからちょっと今後によってはどうなるかわかんないですけど、配信ならんなこれ。これどう次、これなんでこれ配信つけたのか僕も分かんないです、今このタイムで。まあ、出ますか。はい、アンチ。いやーこれ難しいですよ、だから売名じゃないですよ、だから売名じゃないですって。いや、じゃあもう僕売名です、今回これは皆さんからして売名の目的で近づいてないのっていう、そういう方々ばっかりですか。いや売名ではないですけどね、決して。売名で近づくんであるんであればもっと違う感じでやってるんじゃないですか、だから違いますかね。あったないですかね、売名だったら。まあ売名なら売名じゃないか、1GB 追加する、そういう方も1GB 追加してて、今すぐ電波までゴミ、まあしょうがないです、今日はもう、もう開き直ってない、開き直れないですよ、だからもうちょっと電波でもこれ携帯回線ですか、誰にですか、携帯のオークション、どこのオーナーの配信者として頑張っていくのやった
配信者ではないんで、閲覧人数も、まあ、想定内の1500人ぐらい、うん、あ、ダッスーさんに携帯を返せばいいんですね。じゃあ1500人ぐらい、それどうやって返せばいいんですか。じゃあダッスーさんにポラギノール配信、何がですか、ポラギノールって、何を言ってんですか、ポラギノールって。僕ポラギノールあれなんですか、塗ればなんかあるんですか、これ。だから電波はしょうがないですよ、これ。もともと携帯電波悪いんで、仕事しろ。速度制限入ってるの、はい、なんか意見あります、もうバーってさ、もう全部言っちゃってください、ガーって。もう今日でもいいですから、もうバーって全部言っちゃってください。もうこれ配信は今日だけの配信な、そう、今後配信やっていくんだな。 OK、 ガラケー 3G、 うん、やる。やるんかな。いや、今日だけの配信なんか、うん、いや、分からん、そこは。いつもそもこれ何の報告なんかなって、うん、愛知も飛んでない全然、うん、どっちかって言ってもアンチ多いな、やっぱ。はい、うん、アンチが多い。ただですよ、ただですけど、今日じゃないってな、これ僕どうなるんですか、これ。はい、これだって僕が秋田さんもあれですよ。確かによくよく考えてみれば、今日のこの流れ的なことを言いますと、やっぱ僕が悪いです。いや、ちょっと待ってください。でもちょっと待ってください、悪いのは僕ですよ。当たり前ですよ。はい、当たり前です、当たり前です。でも全てが全て全部変わるってことですか、これ。あー、全部俺が悪いって話ですけど、うんうん、あー、やはりそれはごめんなさい、すいませんですね。じゃあ僕がやっぱ悪いですね。みんな、まあそこはあのあれなんで、はい。だけどどうすればいいですかねって話なんですよね。だからね、今回これで、どうすればっていうのは、とりあえず一回実家帰ってやな。うん、はい、配信切れよ。うん、じゃあ切ればいいですか、配信。じゃあ皆さん切ります。ちょっとこれから今だんだんとこう話していこうかなと思ったんですけど、切ります。におわさま、にったか、家臣かよ、お前。二度と出るな、しゃべれねえじゃねえかよ。そけろ、はっきり言うよ。すごい、アンチだらけですね、最高。こんなんですね。あの、昨日まで、直樹コメント、直樹の、もう、あの、手のひら返したかのように、直樹アンチまみれが今。誰という方々はいらっしゃらないんですね、僕がここでつけた時点で。あー、もうすごいですね、これ。アンチだけですね、全部バーって。半々とかじゃないですか、頑張れ、出るなとか、そういうのじゃないですね、これ。みんな叩いてるんですか、僕のこと。いや、アンケートは取らないですよ、こんなアンケートを取れないです。あ、私は応援してる、ありがとうございます。いやー、だからそこはあれで、これしかもクソ電波悪い中、あのなかなか話せんで言うね、うん。
めちゃくちゃ電波悪くて、配信なんかまともにね、聞ける状況じゃないけど、引き伸ばすっていうね。うん。何本国なんだよって言ったら、ごめんなさいって言うから、よく、違いますってことです。やっぱもう。頑張って、ありがとうございます。笑ってないですよ、今。真剣な話ですから。はい、いけないですよね、ここ今まだ。はい。笑ってはないですよ。うざ、調子乗りすぎ。ふざけてる、ゴミ兄弟。わ、すごい流れますね、これ。利用とかしてないですからね、ほんと。利用するにもないもん、だってないじゃないですか、利用すると。あ、なんかこう考えたら、TikTok の喋りになんか戻ってんの、やっぱ。うん。こんな感じだもんな、TikTok。いやぁ。バイメイクスって言われて。なんですか、これ。読み切れないですよ、早すぎて。いつ閲覧増えてるのが利用法？いやいや、そんなのしてないですよ、もう。美味しいですって言うのな、ラーメン食うとき。あ、その、TikTok はまた別でぞ。TikTok の方は、ちょっと、もともとちょっと頑張ってやりたいなっていうのはありましたから、TikTok の方は別、ここは、ないんで。なあれは、はい、小林さん見てます？何ですか小林さんは。ゼロワン事務所や入ってます、ワンライブ。え、ワンライブ入ってんの直樹。ゼロワンさんのは入ってます、ワンライブは。だから嘘、ロマンさんに、その、もともとちょっとその、狭いですかね。ちょっといろいろ、こう、なんて言えばいいんですかね。まあ、そこはいいんですけど。ワンライブだよ。でもそこは、なんかしちゃダメですよね。明らかさまにちょっとこう、あっちに飛んじゃったらまずい。ワンライブ事務所は、俺ら、ワンメンバー。抜けそうじゃんのかな。ただこれここからまたどう、でも分かんないですよ、これで消え去る場合もありますよ僕。はい、もうあまりにももうこう、何ですか今回のうん、きっぱり突っぱり消え去ると思いますよ。だってアンチだらけじゃないですか。だっておらんくないメンバーに。消えてよ、ほら言ってるじゃないですか。ワンライブ事務所メンバー。そういうことですよね。いや、おらんで。はい。タバコ吸いながらってダメですか、タバコ。アンケート、何のアンケートします？直樹おるわ。詐欺師と、もうひどすぎます。おる、メンバーおるわ。ワンライブのメンバー。俺、ワンライブのメンバーのさ、LINE あんねんけど、おるわ、直樹。うん。ハキハキ喋ってくる。だから、バッタだから、もう、メンバー喋る。ゼロワンちゃうやろ、腹黒は。そっか、うん、もう、病気です。はい。日本から出ていけ。じゃあ、どこ行けばいいんですか、日本から出ていけって。ひどいですよ。いや、ワンライブだからそこはもうやめませんよ、この話は。いいです。いや、ゼロワンさん黒幕と。いやいやいや、そんなよく言えますね。それ言っちゃいけないですよ、さすがに。おかしなこと言いますね。
いや、メンタルはもう鋼のメンタルですからね。ただそのなんかまだそんなには叩かれてるような感じはしません。二重人格、あ、僕がですか。誰がもううつ病やお前。いや、もうイライラする、言われても怖いっすね。じゃあゲイか、もううつ病。だからその今回だから本当にじゃあどういう展開じゃないんですけど、ビジネスうつ病、流れが皆様良かったですか。あのままビジネスうつ病、これした方が良かったのか、うん、それともこのマネージャー業の方として、言いますけどマネージャー業の方も難しくないですか。だってよくよく考えてみれば、ナナさんのマネージャーってなるのはちょっとあれや、あのなんかさ、あのテテさんとなんか似てるような、じゃないですか。うん、じゃあ行くなよってだか。うん。こんな感じじゃん、テテさんって、うちの会長。うん。気持ちいい。アカンド爆破して、で、またなんかリストアド揉めて、配信つけて。だから、ゼロワンさんが黒幕とかって言ってる人たち、おかしいです。大丈夫ですか？延長してもいいんですかね、これしない方がいいですか。これで終わりますよ、延長ないわ。とりあえず申し訳ございませんでしたということです。報告、あ、これだけですけど、うん、その私はこれは会社をやるかもしれないってってことですけど、ただこれもうみんなもうアンチだけですもん。そうやったら僕ここでできないですね。売名売名騒がれて、ずっと、まあ、この報告っていうのがすいませんってこと。でその配信内容はこうやった時にちょっと何人かでも来てくれればっていうのはありますけどね、うん、何言ってるかわからない。聞こえませんこれ。あ、聞こえないですこれ。あ、ゼロワンやわ。今配信中。もうし終わりで。あ、オッケーオッケー。じゃあ行くわ。配信終わったら。はいはい。いや、延長してるって言うんであれば、ちょっと風船1個でもなんかくださいよ、延長代。お願いしますよ。その延長で流してくれる方いらっしゃいます？は飛ばないじゃないですか。じゃあやめますよ。はい、あ、風船1個飛んだ。飛びました。あ、飛んだ。あ、飛んだ。え？終わりですか、もう。あ、飛んだ。帰りゼロのとこ寄る俺。飛んだ。帰りな。うん、小前の家で帰りにゼロワンチ寄るわ俺、うん、あ、無限に折れろ、うん、小前の体調が悪くなってる。え、じゃあどうする。ここで覚えてん、こんなゲーお前。うん、あー、お上手じゃん。だって電波で申し訳、いや、コラボ出しても一緒よこれ。うん、そんなひどすぎません、なんだか。あ、フットワーも飛びましたね。いいですよ、5分です。いや、ワンライブしたんかった、さすがに俺。うん、わかりました。
何が飛んだか分かんないんだけど、あれだ、これさ、一人で配信してるからこんなに喋るんかな。うん、ああどうなんやろ。普段俺とかがおるから気使ってさ喋れへんだけで、自分の意見言われへんだけで、一人で喋るのやっぱこういう風に。だけど、うん、一緒にいた期間のことは絶対忘れます。パルクもきっかけと言いますか、まあ、人生でなんて言うんですかね。はい。そのまあ良かったかもかなっていう。これは本性だなって、いや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 、そんなことないですよって。iPhone 改正ですか。だからそこは返すにしてもどうやって返せばいいんですか。返しますって。だからそこはね、 TJ さんなんですか。 TJ さん見てます。うん、だから本当に、ね、俺たち踏み台ってことこれ。すいませんでした、うん、お騒がせして申し訳ございません。踏み台、天然さんはいい踏み台できましたよって。おかげで閲覧爆上がりです。小前さん泣いてる。いつもの100倍ですって。ですか。だからいや、小前さんなんでですか。何が言いたいの。だから申し訳ございませんでしたってことです。はい。あ、そのいやマジでやばいって言われたところでも、だからどうすればいいかって話ですよね。残りになりました。これほんまに打つな、直樹。人間不信になる、俺も。人間不信になる。だから僕が悪いんですよね。もう信じれんかった、これも。はい。分かっております、そこは。まあ気にするなと、そういった方々もやっぱりいらっしゃってくれてる。知らんよ、女俺。マジかよ。二重人格です。自分じゃ分かんないんですけど、どうですか。お前は無理だよ。いや、ゼロワン関係ないよ、全然。うん、ゼロワン関係ない。うん、ここはちょっと僕も分かんなかったですね。人間不信になるわ、マジで。直樹、お前、俺もめちゃくちゃ可愛かったのに、直樹。じゃあ、俺もう配信者育てるのやめる。うん、大とオンクレール。うん。私謝罪いたします。しばらくね、配信者さんにノウハウさ教えてさ。申し訳ございませんでした。うん、やめるわ、もう。した方がいいですね。さっき投げてくださった方々いらっしゃるんで。人間不信になって、しばらくちょっと配信休むわ俺。30分だけね、うん、延長したいと思いますけど、ね、きっちり延長かよお前。いや、台本とかないですからね、ま、もう数十秒で終わる思ったけど、きっちり延長かよお前、際で。うん、あらららワンラジオ族って言ったけど、その話にまずならなかったですね。はい、
仕込みちゃうて、俺がびっくりしてんか普通に。返せばいいんですよね。ナルシスト。ちょっと吐き気が。山田さんのあれじゃないです。バンバンバンなるわ。もらうだけもらってそれから出たからタイミングじゃないですか、だから。こういうあのもらってからっていうあれで。でもこういう風になったわけじゃないですか。今日たまたまそういう感じでああいう流れになっちゃったんで。怖いな人間ほんま。誰信じていいか分からへんわほんま。うん。まあだから今後はどうするかっていうのはだから消えるんじゃないですか僕だったらまま。いや今後どうするかって言ったら、配信しばらくちょっとやめようかな。なっちゃいますよね結局一時のあれで。配信休止しようかな。あれですけど、ね。人間不死だった俺マジで。さよならわらわら。いやでもさよならって言うんであれば見に来るだけ損だと思いません。もう別にそういう感じあるんであれば別に見に来なくていいですから。何のためにこれ直樹にさ目いっぱいさ、なぜベラベラ喋るの。ベラベラ喋りたいです。喋らせてください。ベラ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 喋りたいで。面白くないですけどねまだ、ベラベラ喋る閲覧いらない。確かにですね配信も向いていないです。確かにそうです。それでいいんでね、僕は。面接お前、電波悪いのに30分延長すんなよ、お前なあ、電波悪いのに。なんか今、変なのなんかありませんでした。ツッコミ要素満載やこれお前、もうこれなお前。いや俺ほんま知らんがってんねこんなん。天然スレートさんとお前さんが見て嘔吐してる。なんでですか。で集まるやんか、喋ったら絶対こんななれへんねんであいつ。お前今まで何回ももうすごいじゃないですか。ほんまほんまほんま言って。天然さんを悲しまったら、いや天然さんは悲しませれないですよ。無口もう初めて会ってそっきか来ないで。そうですか。うん。僕は誰もしてもらえない。はい。分かりました。なんかちょ明日さもう決起集会開こうぜ。決起集会。もう。オッケー。あの感じの。あれになると思いますよ。だから直樹マネージャー物語みんなエキストララウンドね明日。いや面白いです明日エキストララウンドね。最終回でございません。天然さんの顔ありますからね、だからそこは天然さんの顔もあると思うんであえてこうもう出ないことですよね。だからってことに なるんじゃないんですか。だからそういうことですよね。ルミネーションはね、ありがとうございます。ちょっと別人。いやだからまあそこはもうなんていうんですか、わかんないです。あっちの姿と今こっちにいる姿ちょっと僕わかりません。何がなんだか。いや俺今からゼロワンチ行くわ。ナナちゃんに失礼だぞと、二度と顔出すなと。スマホ回収に関しては今回のことをスマホ回収に関してはこれはさもうダッスーさんがさ直樹あげたもんやからさそこは知らんで。そうです。
うん。まあ多分出すもね、その、まあ、上げたもんに返して、返せと言わんと思うわ。思ってたってことですね。うん、じゃタイミングが良かったってことになる。そんなんな、もうだって配信中になんか、いや、上げたすも返せって言ったらさ、もう、カッコつかへんやん、出すさんも。天然さんと言わんと思う、俺はな。うん。あ、ダッスーさんがダッスー君からあげるって言ったんやろ。だからそれに関しては返す言わんと思うわ。報告は何を言ってるんですか。だからね、何を言ってるんですか。そこはね、うん、いや、マネージャーやめてくれてありがとう。はあ、なんかすごいですね、言い方が。自分の意見も言えないおもちゃやねえって。いや、だからもうおもちゃじゃん。ゼロワンさんの家なんか行けるわけないじゃないですか、こんなクズが。ガンガンゼロワンちゃんで、うん、分からんけど重い。あ、面白い方々いらっしゃいます。こう見て別のだから明日緊急集会で新田な、新田、うん、呼びつけるわ俺、うん、皆さんね、思ってもない展開エキストララウンド足あります。滋賀になって魔勢になった目的、うん、だからそこはもうあのままですよね。でも多分これ配信的にさ、もう多分これ以上進展ないと思うわ。うん、はい、配信なんて思えば、まあそうですね、だ、うん、あとはもうアンチまみれでどこまで配信するか知らんけど、うん、それかもう一回なマネージャー、マネージャーさせるか、うん、あ、もう一回マネージャーさせる、もう一回。おい、お前そんな根性あるんだったらマネージャーいけるやろで。直樹よて、うん、そう、いや、それもありっちゃありやで、うん、俺がアンチだけなる。その回もマネージャー戻ったら今までのことはもう通用せえへん今度は。いや、こんなん知らんってだから俺、うん、配信してるのは知ってたで、うん、配信してるのは知ってたけど、まさかこのタイミングで配信つける思わんかったな俺も、うん、本来ならあ、さっきバイバイしてんか、うん、で明日決起集会 やるからって、それバイバイしてんか、うん、でバイバイしてからそのままあのさ、あの足立区のおばあちゃんの家に帰るんかなって思っとったよ俺は。でそこでちょっとね、うん、荷物をさ、うん、ちょっとねごちゃごちゃしてからさ、ごそごそしてから明日な、うん、決起集会の予定にしとったんけど、うん、まあ、ね、今日は、まあ、あのね、開けてびっくり玉手箱ね、まさか配信撮ってね、こんなベラ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 喋るもんやと思わんかったよね、やっぱ、うん、え、この人ほんまにうつ病やったんで、うん、ゼロワン関係ない、ゼロワン関係ない、ワンライブの所属だけかな、うん、TikTok もまともに配信しへんや、うん、いや、ほんまに知らんでもこれ、うん、いつ入ったのワンライブなんかタイミングよ、うん、
や、エンタメ、エンタメちゃう、エンタメちゃう、これガチガチガチのようなエンタメね。うん、ガチのようなエンタメ。あなた、ななちゃんち言った言葉覚えてますか？あなたは責任者ですよね。キージさんかなそれ。うん、キージさんのこと。ああ、先月か先々月。わ、そうなんや。いや、わからん。ミニオンもわからへん。喋るんか、ベラ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 。うん。でもこれは知らんかった、さすがに。人間不信になったわ、俺。どうする？ちょっとしばらく弟子とか、取るのやめるわ俺。もう踏み台されて終わりやな。天然さんって高志ゼミで弟子にしてくださいって言うやつ全員信用できひん。第6章中か、エキストラランドあります、誰信用者やの俺。俺に関わりのある配信者でね、俺の界隈の配信者誰信用者やの俺。もう訳分からなくなってきた俺。中村信用し EV 信用ああ前信用し誰も信用するな。リスナーさんもね、俺を信用しよう。リスナーさんは、俺はね、もうアイテムしか信用できんわ。アイテムしか。これがね、ザ・手のひら返しやったな。いや、本性かわからんよ。あれは、あのパターンじゃ初めて俺も。そう、アイテム裏切れへんかな、俺を。アイテムは。はぁ、疲れるわ、マジで。いやだす、お情け花火、お情けビー花、あ、つーちゃんや、つーちゃん信用し、つーちゃん裏切れへん俺を、天然さんを裏切れへんよと思ったね、リスナーさんは、サブイベのね、アイテムよろしくお願いします。配信終わろうかな。疲れたもん。もう狛江も信用できんなんて俺。狛江も信用できひん。狛江も
仕込みちゃう。小室信用してあげて。誰信用してんの分からへんけど、ほんま、信用できる配信者おらん、俺も、マジで信用できる配信者おらんねんけど、俺誰にな、ベラ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 喋ってええの、俺は。誰を、俺は一体誰を信じてさ、配信していての。俺はもう今日で決心したよ。俺は一人で配信していく。これから、もう誰の力も借りずね、一人で、のし上がっていくよ、もっと。コラボしません、もう。歌謡祭も欠場します。13日の忘年会も中止します。N さんしか信用できん、俺も N さん。アドアンティカスかーい。人間不死だわ。
やでも今回ちょっとな、さすがにな、さすがにさ、うん、あれやったもん俺、うん、ありがとうね、うん。まいったなこれ、大どんでん返しだな俺最後で大どんでん返し、うん、俺も騙された直樹に。いやこれはちょっと知らんかったさすがに、うん、新田ファミリーこれあるからな、うん、新田ファミリーせやでも書くな、小遣いも渡してさ、一問やって狛江 36.8、 俺な俺ガチで39である、うん、いやどうぞ明日だから決起集会開くよ、うん、緊急決起集会、うん、まあ夜ぐらいじゃないか、うん、いや俺ぶっちゃけさそこまでメリットあったかって言ったら、まあ、閲覧的にはメリットあったかもしれない、ナイスもしへんからな、俺別にナイスいらんもん、別にねイベント出てるわけでもないしさ、うん、今回は直樹がなほんまにちゃんと構成できてねやっていくんだったらちゃんとやっていこうかなっていう、うん、なる、うん、立て直せれるんだろうな、うん、まあ、それを配信で載せただけよ、だから別にねあのナイス欲しいわ、それはないよ俺、うん、ましてイベントも出てへんのに俺、で金にも困ってそうやったしさ、うん、家もないとか言ってたからさ、もう家はあるんやけどな、うん、家はかなり困ってるし、日も毎日ごつもり生活してるんだからさ、うん、ちょっと かわいそうな思って手助けしたい俺は、うん、俺だからメリット全然ないなもう、
むしろあれじゃもう 赤字や俺大赤字やばいやばい倒産するわ高橋ゼミな直樹入れ込みすぎて高橋ゼミ倒産しちゃうわ俺金の時間使っただけみんなフォローしといてうん天然水これこの配信のさうん今俺フォローしといて、うん、お金封筒に入れてかいやお金は別に返さないんじゃんのもらったもんやから01とこ行くんか配信つけへんつけへん、うん、無限君とか来てんやろ無限君とか、うん、久々にちょっと01のカード見るわ俺01のカード無限君の顔見て癒されるわ俺は本当に信用できる友達の家に行く配信会で01配信しへんの最近知らんね全然今日、うん、ごめんねみんな直樹にちょっと期待させて、うん、俺もちょっと頑張ってくれるんだなと思ってんけどさちょっとこういう結果になっちゃってね、うん、これはちょっと申し訳ないやっと呼ぶうん、今すぐ大阪行かせるけど、うん、いやタコのせいじゃない、ね、ないけど 俺がね、うん、もう発掘していった昔からさ、うん、日給3000むちゃくちゃ高待遇で、うん、日給3000養分移動のところ、うん、むちゃくちゃ高待遇飯付き、風呂付き、ね、ギャンブル代付き、日給3000どう？行きます？うん、パチンコ代付きやで、パチンコ代付き。お前じゃちょっと雇いんちゃうか？うん。お前はどっちかってそっちのタイプじゃないまだ、うん、まだそっちの器じゃないわブロックしたじゃんおいブロック返しましたブロックムケツおじさんブロック開始ブロック始めお前が面倒見るべきやろって、だから どこまで面倒見たいの俺。うん。面倒見るて。うん。限度がある限度かな、面倒見るの。大阪デビュー新田直樹
前、いや結構日数とか直樹何回もあったもん俺、それ信用するやろお前、じゃない、だから信用してるからこそこの今回な、生かしたわけだって。こんなんさ普通のわけのわからん配信のやつこと行かへんねん普通。ある程度信用のある人やったらな、なんとかしてあげようかなってなるけど、全く信用のやつだから、無理やな、別に。直樹ってどうなった？ダンスカスカイ！無血おじさんよ、無血おじさん。お前しか信用できんわ。どうしたらいいもんか。無血おじさん。山田は怪しいから、俺は半信半疑。山田はもう怪しさ満開やから、ちょっとは、ちょっといい。奈々ちゃんかわいそうで、そうなるわな、奈々ちゃんかわいそうに。しばらく一人だって、これは。確かにな、名前教えてな、それ言うと終わりやけどな。えらい化け物を輩出者は新田ファミリー。まあ、配信的にね、おもろかったらいいけどな、別に最終的に俺は。今日やん、今日逃げ出したんやん。今日な、もう奈々ちゃんの家行ってな、もう限界ですって。もう苦痛で、奈々ちゃんのお家に、住み込みで働くのがもうダメですって。そやで、僕ももう実家に帰りますって短歌切ったんよ。そっから始まり。で、そっから、まあ、とりあえず帰りラーメン食うて、バイバイした瞬間に配信ボンついた、だからその一瞬おる空間とかあれちゃうの、その なんだかんだ言われたりとかさ、あとはそのなんかその精神的に病気的なもんで、限界ですみたいな、うつ病がちょっと悪化しそうでとか言って、リスナーさんたちがな、直樹くんうつ病やからやめてあげてって発狂するわけよ、うつ病患者にねそこまで言いすぎよとかで、蓋開けてみよう、どこ行ったお前さっきのリスナーお前。直樹くんうつ病だから解放してあげてって、リスナーどこ行ったお前、見てみようこれお前、タコししつこいて解放してあげてて、うつ病は感じしましょう感じね、見る目ないね、みんなマジで、見る目、いや N さんやばかったよさっきまで、俺バチバチ叩かれたもん俺、直樹くんうつ病やから早く返してあげてて、病人だからあんまりひどいこと言わないであげてとか言ってコメント欄がブワーって
なんですよ。蓋開けたらね、いきなり配信つけてね、パシって、うん、さあもう終わるか、俺バーベキュー疲れたわ、みんな。嘘つけよ、お前は。お前最近何してんの、僕は。疲れた、今日も配信三昧で、中華三昧、配信三昧や俺、うん、ありがとうな、マブコ。俺はマブコを信用してる、うん、お前はどんなことがあってもな、俺の元に来るな、リスナーと思って信用してる。嘘つけお前、うん、嘘つけお前。まあ、彼氏別れたの？うん、彼氏とは続いてる？その彼氏は信用できる彼氏か？嘘つけお前。何が直樹くんの勝ち声お前。TikTok でバリ切ってないっす、うん、バリ切ってる。あの TikTok で無欠おじさん、え、何だかな、噂の名を2位に調べてみ、バリバリ切ってるよ、うん、えー、直木役演技、そうです。だから皆さんがどう見てもうつっぽいじゃないですか、多分見てわかるんですよね、はい、だからそういう感じですよ。だから僕多分うつ、はい、しょうがないですよね、はい、あ、うつっぽいの、うつじゃなくてうつっぽいこと、もう惜しかったですよ今日のラーメン、もう本当に本当になんていうんですかね、今日のラーメンは本当にもう格別に美味しかったです、うん、あ、うつって診断されてないんや、確実にうつっぽいね。あ、そうくる、うん、あ、美味しかったですよ、あ、自称うつか。いや本当に美味しかったですよ、3食のその何ですか、家庭的な料理を、数年ぶりですかね、食べてすごいうまかったです、うん、あのやっぱ温かいご飯と温かい何ですかね、こう温かさ語れましたよね今回、うん、利用されたんだよ小前さんたちに、え、僕がですか、お前この呼び方、お前俺と一緒やんけお前。まあでも暖かかったですね。あれだから配信好きやからさ、配信見てさ演技覚えるんかな、うん、怖い、どうなんやろ、なんか多くないですか、小前さんに利用されたっていう、何うわ、お前が、お前が、アラブの席は、ウィンドウズ、ミゲット、アップ、ダンスか、スカイ、あー、いいよ、いいよ、うん。いいの、いいのに。うん。また来てよ。あの、ふわっしゃいしょ。頼むよ。立つのか、成り立たないかが、正直、されるんで、こう、いや、だって、奈々さんのマネージャーさんっていうのは、そこそこの人が多分やるものじゃないですか。お前よくさ、電波バチバチ悪いのにさ、1時間半もよく配信するよ、お前。っていう人いらっしゃいます、うん、僕いないと思うんですよね。やっぱ、直近に、こう、よくこんなん聞いてれるよな、1400人。じゃないんですよ。うん、わかんないけど。
だってゼロワンさんはだってなんですよね、マリオさんとカヤクさんですからね。うん、だって僕だってただの一般で言ってるわけです。これあれちゃうの、よく仮想配信者がやってるさ、30分だけとか言ってな、 4時間道やるやつ、うん、おるでしょよく配信者でちょっとだけとか言ったら30分だけとかさ、うん、もうみっちり 4時間やってるんけどお前そのパターン。関西人でしっかりした人がマネージャーしてみたらどうだろうって、どういうことですか。まさかこいつもでそのパターンや多分、うん、まさか直樹もそのパターンじゃうか。どこをどう見て利用になるんですか、うん、いや本当にだってその志願したのはだから結局本当だからもうあのまんまですよ、 DM 送ったまんまです。もうええわ、もうちょっと疲れた俺は。あ、トンツク、あ、ありがとう、ごめんちゃん、うん、マネージャー物語ね、実は第5章で終了ではございません。実は皆さんね、これからエキストララウンドが始まります。直樹マネージャー物語エキストララウンドね、最終回からのねエキストラ入ります。え、題名は直樹マネージャー物語エキストララウンド、うん、まだあるよ、当たり前なの、うん、僕の配信魂に火をつけました。第6章、うん、シーズン2 え、絶対見てくれよな、うん、エクストラか、うん、エクストララウンド、なんかエクストララウンドまでカミングスな、うん、カミングスン、いや、俺の頭の中では大体もう描けてる、あ、こう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 いう風にやっていこうという、うん、俺の頭の中でもすでに描いてます。エクストラランドは登場人物は、分からん、うん、もうこの配信を見た以上、うん、この配信を見た以上リスナーさんが直樹くんうつ病薬やめてあげてとか言われへんで、申し訳ないけど。
もう信じ、そうやな、信じれるミニオンだけは俺、うん、信じれるミニオンだけ、俺明日ミニオンと会いたくなってきたな、うん、まあリスナーもね、多分疲れると思う、今日長時間からね、うん、まあゆっくり寝てよ、まあ、今日はもう多分これ以上展開ないわ。じゃあね、明日ね、また続きあるんで、うん、ありがとうね、あのフォローだけしといて、みんなフォローだけお願いします。